私は戦士。手加減は無用よ。目の前に現れたフードの占い師はあの人の恋人だった。その占い師と大男に出会ったのはジャギとの決着をつけるために村を出たケンシロウを追いかけようとした時だった。大男の名はフード、占い師の名はユリア。ケンシロウの亡き恋人がなぜここに。混乱するマミヤに対し、フドは彼女をかくまってほしいと懇願する。死の病に侵されているユリアはケンシロウと共に静かに暮らしたいと願っていた。だが
天を目指す聖帝軍が民に絶大な人望を誇るナントの地母星ユリアを欲していると。マミヤはユリアをかくまう決意をする。何かを守りたいなら戦うしかない。あの人はそう教えてくれた。マミヤさん、過酷な戦いになりますぞ。構わない。思いを守るためならば命だって惜しまない。第1話、二人の地母。私は戦う。死んでいった人たちのためにも。ユリア様、お久しぶりですね。さあ、一緒に来てもらいましょう。私はナントの正統血統。あなたにはついていきません。マミヤさん、あなたがユリア様の身代わりだ。あんた、いくら外見が似てるからってショーの代わりは見えないぞ。敵を引きつけるだけよ。そのくらい私にだってできるわ。憲法殺しと言われるこの体、とくと味わいなさい。守るためなら命を惜しまない。やろ、飲めよって。
戦のところへお連れします。皆さん、どうかお気をつけて。で敵の目を引くわよ。門が突破されたぞ。バート様だ。バート様に連絡しろ。女だと思って甘く見たバート。この体操機学ぶべきものはよ。今度は逃がしません。ちょっとこいつまだ生きてたの。
子供たちの幸福な未来は私が取り戻す。なんという状況、敵に回したくないものだ。いや、飲めよって。走るのはいいが、無理すんなよ。あなたを倒せば、この楽園も、心の傷も、このユダより美しく輝くことは神が許さぬ。貴様、マミヤ、久しぶりだな。俺の元から逃げた女が自母性を語るとは。死ねHey!
地を奪われるとは。敵は十分に引きつけました。我らも逃げましょう。ユリア様は無事です。これも全てマミヤさんのおかげです。悪いがのんびりしてられないんでね。行こうフロ、ここに留まってはショーが危険だ。待って、私にいい考えがあるわ。私には戦い続けなければいけない訳があるの。死が近いユリアとケンシロウを結ばせたい。その一心でマミヤはユリアの身代わりとなった。なんとの自母性。剣士たちがその姿に母を見ると言われる星。皆の幸せのためならば命も懸ける愛の星。外見が似ているだけで本当にその星となれるのか。五射星ジューザの会議の眼差しを受けながらも、マミヤは村を離れケンシロウを探す旅に出る。そんなマミヤの覚悟を試すかのようにあの男が現れる。世紀末の覇者と呼ばれるあの男が。今は私がナントの自母性だから逃げない。その威勢どこまで続くことやら。第2話、魔王の試練。
私は戦う。死んでいった人たちのためにも。ユリアさんの町が剣王軍に襲われている。みんな、まずは町の人を助けるのよ。はっ、今日もお気をつけて。ラオウと戦えば無事には済まない。マリア、覚悟はあるのか。ジュリア様だ。ユリア様が助けに来てくださったぞ。正統血統、地母性はどこにいる。幸福か死か選ぶがよい。やめてくれ。このままじゃ町が、みんなが、いや町が、こんな戦い早くやめさせないと。申し上げます。
なんとの将の名は、ユリア。なんとの自母性はユリアであったか。守るためなら命を惜しまない。あの腕は勝利よく覚えている。あの敵甘く見たら怪我するわよ。叶わぬか。甘く見たら怪我するわよ。さあここから反撃だ。よって語って育児がないのかしら。甘く見ないことね。残念だけど、あなたたちは私の相手じゃないわ。
任せる。この町に剣王の恐怖を植え付けよう。 一つ男らしいとこ見せるか。剣王軍のバカ野郎ども、お前らは我が将の敵ではない。撃てろ。
鼻息の荒い野郎だ。死にてえのか。個性を語る偽者め、一人で何ができるというのだ。一人ではないわ。私にはみんなから託された思いがある。いいか、次は必ず殺してやる。子供たちの幸福な未来は私が取り戻す。ここで俺に倒されるような奴は意外にも不要。
兵隊を破ったか。あの小娘、少し興味が湧いてきたわ。覇者の剣、シレの土産に持っていけ。軍を引きなさい。あなたが引くまで私はここを動かない。剣をお前に落ちぬか。ユリアを語るだけのことは。座などつかぬ。ウヌの勇気、この剣王を町から引かせるだけの価値はある。聞こう、この剣王を引かせた者の名を。皆を守るための戦士、マミヤよ。甘く見たのが不運だったわね。
剣王を引かせたマミヤの存在は人々に勇気と希望を与えた。愛する人と平穏に暮らしたいというユリアの思い、戦いのない世界で生きたいという人々の思い、その華奢な背中に託された思いの数々がいつの間にかマミヤを強くしていた。そして今、彼女は最後の戦場に立つ。北斗とナントがぶつかり合う決戦の場に、男たちの剣と血が飛び交う修羅の地に。だが彼女に恐れも不安もない。皆の思いがある限り、北斗とナントの星入り乱れる戦いに女神降臨す。未来のため、そして愛する人のために、私は行く。決戦の地へ。はい、そして死ぬがいい。世を滑る帝王に愛などいらぬ。最終、民衆を導く女神。私は戦う。死んでいった人たちのためにも。すでに戦いが始まっている。ケン、みんなを助けに行くわよ。ナントの地母星が来た。みんな立て直すぞ。合流せよ。戦場の雰囲気が変わった。マリア、しばらくは you
行きにならないようにね。あなたを倒せばこの楽園も心の傷も。俺より華麗な技を持つ男などこの世にいない。背中の楽園は消えていまい。貴様の運命、まだ俺が握っているのだ。よっ、私にはみんながいる。だから、私は運命にも抗える。美
しい女だ。やはり俺はお前には敵わない。あなたとの宿命に立ち向かうことで私は強くなれたのかもしれない。報告、ユダが仕掛けたらしき爆弾を発見。起爆装置を解除しました。爆弾だと？危ねえところだったぜ。大切なものを守るためなら命を惜しまない。逆らう奴らは皆殺しだな。凄まじい闘気だ。俺が倒す。気まぐれで動いてもらっちゃ困るな。あんたの命は俺たちの命でもある。ありがとう。みんな一緒に戦いましょう。マミヤさんの思いが、そして民までも動かしたか。私は私の力で道を切り開いてみせるわ。この救世主機能、なんとでも言うがいいわ。ユリアさんの地獄への務め果たしてみせる。
悲劇の連鎖は私が止めてみせる。その神髄を貴様にも教えてやろう。とてつもない欲望と執念を感じる。マミヤ、お前ならば本当に世を救えるかもしれん。子供たちの幸福な未来は私が取り戻す。マミヤ、優しくて強い女だ。いかなる猛者であろうと俺は倒せぬ。Yeah.
が純正の剣、胸に刻み果てるがいい。支配者たるはナントの小生、北斗を滅ぼし天の極星となる。
君を舞う法王は決して落ちぬ。人は愛ゆえに苦しむ。ゆえに将は非情さをもって世を治めねばならぬ。あなたは間違ってる。力で抑えつけても平和は訪れない。悲しみが深まるだけ。もう大丈夫よ。残念だけど、あなたたちは私の相手じゃないわ。みんなと一緒にやり直しましょう。新しい世を一から作りましょう。マミヤさんの慈愛はサウザーをも包むか。今ここに本当の女神が現れた。ですが、私たちの戦いはまだ終わっていません。この平和を守り抜き、次の世代につなげましょう。
女神に泣き顔は似合わないぜ。あなたはこれからも人々の期待に応えなければなりません。我らが少しでもその重圧を楽にできれば。私にはあなたたちがいる、そしてみんながいる。これ以上の幸せはないわ。ありがとう。剣のことでも考えてたんじゃないの？だとしたら？え？マミヤさん、剣を追いかけないんですか？この村には私を必要としてくれる人がいる。自分の思いだけで動くことはできない。それに、あなたたちは村のみんなを守り抜くことができれば、これ以上の幸せはないわ。